の編成が起きてないだと、ありえない。だが面白い。なんでお前がここにおるんや。でも私たちの知ってるのと雰囲気が違うね。そいつを摘出するか。確かに葵の言う通り、船で見たマインドフレイヤーとは様子が違うな。そもそも敵意を感じられないわ。じゃあなんでブラーヌはこのイカと友達なんや。こんなんありえへん。私はエルダーブレインのクリックから解放された。もはや大構想の一部ではない。エルダーブレイン、大構想、マインドフレイヤーの組織から抜け出したってことなのかな。お前が暴力を抑制することだけを願う。我が一族に対するお前の意見が変わらないのは尊重しよう。茜の暴力を抑制するのは難しいぞ。私なんて毎回殴られてるからね。そんな毎回やってへんって。割とやってると思うよ。でや、いろいろ聞きたいことあるねんけど、まず大構想ってのは何なんや。キスを滅ぼし、すべての人型生物を征服する総合的な使命だ。そりゃあすべての種族から嫌われるわよね。全人類の敵だよ。とりあえず話が決まったのなら、診断をしてみるか。いや、まだ聞きたいこといっぱいあるねんけど。心を私に開いてみろ。中に潜んでいるものを見てみろ。なんか話進んでるし、問題はこのマインドフレイヤーが信用できるかってことだよね。マインドフレイヤーって元は人間だったりするんだろ。そこからイカの姿に作り変えられるのよね。じゃあオメルームは偶然心を支配されずに元の意識があるってことだよね。でもまたイカに頭をいじられるって思うと、私たちの方があんたにたくさん虫を入れたわよ。ほんまやわ。じゃあこのイカの方が普通に信用できるやん。なんかすまねえな。オメリウムの精神があなたの精神を貫くにつれ、妖精が力強く脈動し始めた。妖精が10倍の大きさになったように感じる。生きて目覚めている。傲慢ですらある。大丈夫かな。これ実に奇妙だ。本来なら潜伏期間は終わっていて、お前の変身も終わっているはずだ。え、やっぱりもうそんなレベルまで行ってたん。制してから結構経つしな。だが妖精は奇妙な魔法と融合している。ある種の静止状態にあるようだ。それ、前に夢の中のおっちゃんが言うてたやつかな。ある種の静止状態ってどういうことだろう。変身ギリギリで止まってるのかしら。その静止状態が消えたらどうなるん。推測しかできないが、お前の変身は普通に満ち、かつ瞬間的なものになるだろう。これはマインドフレイヤーになる時によく言われてたな。こうなるとバッドエンドね。それだけは絶対嫌や。常に普通に満ちたものだと思っていた、オメルーム。まあ、そうだ。だが、私が言いたかったのはそこじゃない。そもそもオメルームは経験者なんだよね。経験者だから言ってることは信用できるわね。じゃあこの妖精を取り除くことってできるんやろか。いや、あれには物理的な力からも魔法の力からも守る障壁があるようだ。どれだけ頑丈なんだよ。そして障壁がなかったとしても摘出するには世界への深刻な代償が必要になる。つまり頭をかち割って取るのも厳しいと。でもうちら戦闘でそのぐらい慣れてることやで。それとこれとはわけが違うでしょ。生き延びられるようなものじゃない。妖精は完全に潰されるに違いないが、お前の頭蓋骨も道連れだ。茜の場合の海外道連れなら問題ないのに。なんかまんじゅうのあんこを食べたい気分やわ。やだな、冗談じゃないですか。だが心配するな。お前が変身したら喜んで新たな検査をしてやるぞ。いや、それは結構やわ。そもそもイカになっても元の意識は残ってるのか。とにかく今現在治療するのはどうやっても無理みたいね。けど情報は得られたね。そういや、うちらがイカに捕まって乗せられてた船とか知ってるかな。ノーキロイドだと。興味深い。私も一度も乗ったことがない。え、オメルームは乗ったことないんや。あれは偉大なるイリシット帝国時代の戦艦だったのだ。我々はその甲板からアストラル海全体を支配していた。私たちすごい船に乗せられていたんだね。空を飛べてワープもできちまうもんな。ギスが反乱を起こして我らの支配を終わらせた時、その製法は失われた。ワープはギスヤンキの技術だったのかしら。まあ、うちはイカもギスヤンキも嫌いやけどな。でもオメルームは別や。いろいろ教えてくれてありがとうやで。もちろんだ。摘出するのに力を貸してやれずにすまない。だが考えがある。え、なんか方法あるん？ほう、メモを取っておいた方が良いかもな。まあ私たちは3人いるから大丈夫でしょ。精神を介する方法があるかもしれない。精神に影響を及ぼせる錬金物質はたくさんある。妖精の精神を介する。それは一体どんな錬金術なん？貴重なキノコから生成した新機体だ。キノコには微妙なサイオミックの影響がある。私もこれからキノコ食べようかしら。食べてどうにかなる話じゃないだろ。新鮮な絶叫竹とても福竹の本質が必要だ。なんかヤバそうな名前のキノコやな。絶叫竹はどんな効果なのかな。だが気をつけろ。自然環境においてこの2種のキノコは実に危険なものだ。やっぱり危険なんや。ここは危険なキノコばっかりね。でも福竹は近づくものを混乱させる。絶叫竹は
その名の通りだ。下が狂うのね。でもお姉ちゃんいつも戦闘で狂乱してるし、なんでそれとこれを一緒にしてんねん。まあとにかくそれらは絶対口に含まんようにしやなあかんみたいやな。キノコが製薬に調合されれば、私の薬はより不在な影響を妨げる。お前の正気があとどれだけ残っているにしろ、そのままに残せる。大丈夫や、うちはこの通り正気を保ったままやで、よくうなるのに。別に正気がないからうなってるわけちゃうから。じゃあ正気はあるけどうなってるんだな。もうその話は今ええやろ。はい、終わり。それで、そのキノコはどこで手に入るのかしら。もちろん、アンダーダークでだ。あれは実に貴重で、しかも見つけると、危険だが。ふむ。レノワがあれを所有していると思う。彼女はクレリックとしてミストラに仕えた。私と同じクレリックなんだね。それで、そのミストラって人はどこにおるん？最後に会った時には南西に住んでいた。ただ、彼女の塔にはある傾向があってな。動き回るんだ。ハウルの動く城みたいな感じね。今の情報だけでそうとは限らねえだろ。まあとにかくそのキノコを見つけてきたらええやな。安全で順調な旅路を狙っているよ。ここで安全に旅できるかな。正直全然自信ないわ。そしてこの後、ブラーグなどの商人から装備品をいろいろ購入。手に入れた装備品はこちらになります。結構買ったな。商人がいいもの売ってたからついね。効果は書いてある通りなんで適当に読んでおいてね。先行のサークレットはマリサさんが装備？そうね。一回分灼熱の光線が増えるわ。ありがたく装備させてもらうぜ。けどサークレットだから帽子姿じゃなくなるのよね。そんな、マリサのアイデンティティがこれが力を得る代償ってやつなんだね。お前ら私のことなんだと思ってるんだよ。キノコはどんどん人を招いているようだね。ここに来るまでの間に、一人で動いているドワーフを見なかったかい？ベイレンって名前よ。ベイレン、ごめんやけど見てへんわ。そう、気にしないで。まあまあそう言わんといて。人を探してるんやろ。うちが探したるで、報酬次第で。欲望がスケスケだぞ。やめて。知らない人に支払いを約束するほどボケてないよ。彼は出てくるかもしれないし、出てこないかもしれない。もう少しは待つけどね。ここまで来て、手ぶらで帰るなんて無駄すぎる。バレバレだったね。というか詐欺集団みたいに思われてない？うちらは詐欺集団なんかちゃうし。報酬とか余計なこと言わなきゃいいのに。とりあえずベイレンさんのことをもっと聞いてみようよ。旅の途中で見かけるかもしれないし。せやな。ベイレンさんはどんな見た目をしてるん？ハゲ。青いチュニック。とんでもないバカ。言いたい放題ね。まあそういう仲なんだろ。他にも何か考えてることとかあるやろ。言ったかもしれないけど、私はノロマのベイレンを待っているの。他のことはあなたに関係ない。冷たくあしらわれたね。これ以上は聞いても無駄だな。とりあえず今得た情報で見かけたら報告するしかないか。さて、ここの人らとの会話も済んだし、そろそろ出ようか。肉の身であるもの、舌で語るもの、お前は遠くまで来た。わわ、急になんや。君主グラッドだって、スポー以外にも君主がいたのか。記憶を探れ。故郷のことを教えてくれ。いきなりそんなん言われてもな。まあ故郷ぐらい教えてあげてもいいんじゃない？うちの家を教えたら変なのが来訪してくるからな。住所まで教えろとは言ってないだろ。まあ一応教えたるわ。うちの家はな。その旅先が家なんや。何言ってるのこの子。もしかしてそれ面白いと思って言った？芸人やめちまえ。なんでこんなボロカスに言われやなあかんの。返事としてそれは自身の故郷を明らかにした。朽ちたマイコニトの死体でいっぱいの湿った洞窟だ。グラッドの故郷もドゥエルガルにやられたのかな。かわいそうね。うちに対してもそんな感情を抱いてほしいわ。ドゥエルガルは我が民を滅ぼした。我は遠観なき君主だ。ドゥエルガルに土地を奪われて追い出されてしまったのか。ドゥエルガルほんま悪い奴らやで。この遠観は我を歓迎しない。だが我は歌を聴いた。お前はドゥエルガルの腐敗を浄化するのだな。我はお前に力を貸すつもりだ。もしかして一緒に戦ってくれるんかな。グラッドの故郷も取り戻してあげたいね。でもこのパーティーはすでに4人で枠が埋まってるぞ。正式な仲間キャラじゃなければお供としてついてきてくれると思うわよ。じゃあ決まりやな。一緒に戦うて、グラッド。アンダーダークに残れ。我は従う。共に腐敗を浄化するのだ。仕草が可愛らしいね。アンダーダークのマスコットキャラやな。お前たちの感性がよくわからんな。さて、グラッドはこのままついてきてくれてるかしら。あ、ちゃんとオチラに追従してるやん。お姉ちゃんに従ってる形なんだね。召喚物みたいな扱いかな。体力も多いし普通に戦力として期待できそうね。これでデュエルガル大地もだいぶ楽になりそうやな。じゃあ今度こそこのコロニーから出るとするか。旅の再開ね。さて、コロニーから出たんやけど、あの緑色のキノコは近づいても大丈夫なんやるか。あれはビバーバンって名前のキノコだね。それで近づいても平気なん？
さあ、それはわかんない。とりあえず殴ってみたら？うちも学習してるからな、さすがに殴らんわ。はいはい、ここは私の出番だな。なかなかいいキノコね。たまに自分らわけわからんとこでインスピレーション獲得するよな。とりあえず直接殴らなくてよかったね。というかここのキノコ全部危険やな。キノコだけじゃなく目立つものは全部危ないと思ってみた方がいいだろうな。じゃあそこにいる敵も危険かしら。フックホラーだってお姉ちゃん、ホラーは無理なんやって。ただのモンスターの名称だろ。どうせ話も通じないしさっさと倒して経験値にさせてもらうわよ。はい、これで終わりっと。結局3体倒したがもういなさそうだな。名前の割にあまり大したことなかったわね。けどこっちも呪文スロット使ったからそろそろ大休憩しておく。せやな、まだアンダーダークに来てから1回も休んでへんし、ここいらで一旦休憩挟むか。今夜はホラー鍋ね。やらねえよってか誰が食べるんだよそれ。あれ、ウィルとカーラックどないしたん？なんか様子が変ね。地獄の炎だ。彼女が来る。地獄の炎？なんやこれ。親方、下から女の子が。んなこと言ってる場合か。女の子というよりおばさ、そういうのは思ってても言っちゃダメだよ。ウィル、いたずらが過ぎたわ。そしていたずらっ子がどうなるかわかってるわね。畜生、よりによってこいつか。これはなんだか気まずい雰囲気ね。ウィルがデビルと知り合いだったとはな。いやあ、金が体洗わずに寝ようとしてたことが。この後洗うつもりやっつうの。まあそれにしても、なんて魅力的な方どすな。口がうまいのね。いえ、私に温かい心があったら、きっとドキドキしているわ。ミゾーラと呼んで、ウィルの契約相手よ。彼の力の源泉なの。うちのペットは困った子でね。あら、うちのペットたちも困った子ばっかりやね。ワンワン、ニャンニャン。手綱を引き締めないといけないようね。ウィル。約束したはずよ、ウィル。なのにカーラックはまだ息をしている。お前よりもクソの方がまだマシよ、ミゾーラ。クソなら後で埋められるからね。ちょっと大げ品やでカーラック。レディはそんな口を聞いちゃダメ。そうそう、カーラック。意見が合ってしまった。ダリエルがよろしくって。デビルだけだって言ってただろう。彼女は、ティーフリングだ。怪物じゃない。せや、カーラックはデビルなんかじゃん。あら素敵。子犬が吠えることを覚えたのね。お姉ちゃんがいつも吠えてるから、それは関係ないやろ。第9章時以降、標的は地獄の者、悪魔族、心臓の泣き者、魂泣き者に限定するものとする。カーラックは心臓を持たないという点で合格ね。え、カーラックって心臓ないん？どうやって生きてるんだろう。で、ウィルが違反したとしてあんたは何しにここに来たのよ。両点。ああ、そうよ。思い出させてくれてありがとう。何する気や。ウィルはアベルヌスの炎で焼かれ、ディスの雷雨に肉を打たれる。彼の魂は地獄の各層を通り、その精髄も、そしてその苦痛も味わう。今すぐ止めらんと。残念ながらもう手遅れだ。ウィル、その頭の角。なんとも悪魔らしいやり方だな。今更だけどウィルの服ピッチピチすぎない？今それはどうでもええやろ。あ、良くなった。一体、何をした？約束を破れば報いを受ける。わかってるはず。新しい姿になれなさい。もう引き返せないの。魔法の中には私にも解除できないものがある。もう解除できないんだ。さて、大事な刃なしで返境がどうなるか見てみましょう。そもそもパーティーに入ってないので無問題ね。おい、カーラック、やつから目を離さないで。お前は私が見張っておく。じゃあうちはお前を見張るからな。どうやって見張るんだろう。おや、そしてウィルは？忘れないで。私たちの契約はまだ有効よ。じゃあね。あいついきなりやってきてなんやねん。あの感じだとまたやってきそうだな。水入ったバケツ用意して次来た時地面の火消したんね。そんなのでは防げないんじゃないかな。まあまた来るかもだけど今気にしても仕方ないわ。ブラッドも待ってるしアンダーダークの探索を続けるわよ。こっち側、下に降りれるけどなんかあるんかな。大量のビバーバンが見えてるぞ。なんでこんなに集中して集まっとんねん。みんな見て、向こうに誰かいるよ。ほんまや、こんなところに視界が出てるやん。ちょっとあれ、ハゲで青いチュニックってデリスの探してた人じゃない？どうやったらこんな状況になるんだよ。もう残り体力もほとんど残ってないしかなり危険だよ。ビバーバンの爆発に当たったら終わりね。さてどうやって救出しようか。
うちにいい考えがあるで。採用しないけど話だけ聞いてあげる。いや採用しろや。それでどんなひどい考えなの？ひどい考えちゃうし。じゃあさっさと教えてくれ。回復させるんや。これで旋回させてビバーバンの爆発に耐えてもらうね。この数じゃ耐えられないだろ。ゴリ押しを超えたゴリラみたいな考えね。うるさい。それでも実行するからな。もう完全に暴走しちゃってるね。やめろ。ほら向こうからも言われてるわよ。これは近づくなの意味やから。ビバーバンだ。ビバーバンという名前には聞き覚えがある。危険な胞子を放出するキノコだ。とても燃えやすい。ふん、それぐらい知ってるわ。さっき覚えたもんね。それでやおっちゃん、うちが今からポーション投げるから回復したらキノコ避けながらこっち来て。助けてくれ。全然話聞いてないぞ。脱出の巻物が、カバンがない。頼む、どこかに落としてしまった。けどこんなところでカバンを探すのは厳しいわよ。脱出の巻物ってどんなのかな。葵、何か考えがあるのか。切り渡りの巻物ならここから脱出できるよね。いや、無理やな。そうだ、それだ。はい、葵ちゃんの正解。お姉ちゃんもなかなか惜しかったと思うよ。知らないけど。けどや、あの巻物結構高いんやで。そこは今問題じゃねえだろ。出してくれるなら何でも渡そう。頼む。じゃあええで。ちょろすぎて心配になってきたわ。こんなお姉ちゃんだけどみんなこれからもよろしくお願いします。おう。これをこうして、こうだ。ちゃんと戻ってこれたわね。よかったよかった。無事脱出できて、巻物持っててよかったね。なかったら地獄だったかもしれねえな。それでや、おっちゃん、うちに渡すもんあるやろ。あ、まさに。何の話だっけ？何とぼけようとしてるんや。いつものやつが始まったわね。どっか頭でも打ったか？混乱してるみたいやけど。大丈夫だ。精神が、依然と変わっただけだ。本当に大丈夫なのかな？あんなところで遭難してたぐらいだしな。早く、行かないと。これはお礼だ。どうもありがとうやで。ありがとう。それで、何もらったの？不可視化の巻物。透明になれる効果だな。切り渡りの巻物と交換する形になったね。なるほど。これを使ってベイレンのとこから好きなもの取れってことやな。それはただの窃盗だから。冗談に決まってるやろ。ほら、コロニーに戻って報告しに行くで。友よ。ビバーバン。興味深い。美しい。しかし危険だ。確かに採取害のあるキノコだったな。よくわからないわ。次回は、もっと慎重にやってくれ。確実に、助けてくれて、ありがとう。あれでもだいぶ慎重にやったつもりやねんけどな。むしろとどめを刺しに行ってたような。それは置いといてや。あんなとこを歩き回るなんてほんまアホやで。そうかもしれないな。しかも、日に日に悪化してる。日に日に悪化してるって、もしかして記憶に何か問題があるのかな。デリスを待つべきだった。それでだ、何の話だったかな。確かに記憶に問題があるのかもしれないわね。なんであんな風に動けなくなったん？来たけだ。デリスがあのキノコを必要としてる。いいものだ。そして岩棚が、岩棚の上にいたんだが、粉々に砕け散った。それで転がり落ちた。よう爆発せえへんところに落ちたな。キノコの上に落ちてたら完全にアウトだったな。それで、自分の探してた秋竹ってなんなん？強力なキノコだ。デリスが調合のために欲しがってる。デリスは優秀だ。調合が本当にうまいんだ。それでそのキノコを求めてアンダーダークまで来たんか。そんなにキノコが好きなんやな。店のためにいろいろ集めないといけないんだ。バルダーズゲートのボーンクロークスだ。バルダーズゲートでお店開いてるんだね。機会があれば寄ってみたいな。ここで調達したものは何でも、かなりの儲けが出る。ここのキノコって高く売れるのね。興味ないけど今度見かけたら拾ってみよっかな。顔がにやけてるよお姉ちゃん。それでだ、あとデリスにも報告しとかないとな。あんな風やったけど心配しとったしな。あら、使えない老人を戻してくれたのね。相変わらずな言い方やな。これはあんたの仕業だね。手ぶらで帰ってきたってことは、すぐにもう一度送り出さないといけない。鬼嫁すぎんだろ。まあまあ見つけ出したしこれで解決やな。そんで、ここには何しに来たん？それさっきウェイレンさんから聞いたよね。あんたももしかして記憶が。確かにせやったわ。木竹を集めに来た。貴重なキノコよ。私たちはバルダーズゲートにお店を構えている。すごい勢いで売れるの。すごい勢いで売れる。なぜそんなに価値が高いんだ？直せないものがほとんどないからよ。盲目、毒、髪の抗体。ベイレンさんは木竹を使ってないのかな？それでベイレンさんの記憶喪失も直せるん？おそらくね。でも、ベイレンの正気は木竹の半分の価値もない。ほんまボロッカスに言うな。彼のことは誰よりも知ってるの。この傷がその証拠よ。まあデリスもいろいろ苦労してるんだろ。次はバルダーズゲートで出会えたらいいね。それでや、みんな。はいはい、木竹ね。なんでわかったんや。お姉ちゃんの考えてることなんてすぐわかるよ。とにかく、木竹はベイレンがいたところの近くにあるはずよ。早速向かうとするで。金の亡者がパーティーに二人いると大変だぜ、まったく。
それで、ベイレンさんがいたところまで戻ってきたけど。ビバーバンが邪魔ね。マリサ、火炎放射や。私はポケモンかよ。ビバーバンがどんどん膨れ上がっていくよ。もう少しね。おう、次々に爆発していくで。アカネよくこれでベイレンに無理やり歩かせようとしたよな。ふ、汚い花火ね。夏の風物詩だね。お前らは何を言ってるんだ。この爆発が終わったらうちらの着丈が待ってるで。これで私たち、大金持ちね。あの、お楽しみのところ申し訳ないのですが、この奥にある着丈、今のビバーバンの爆発で消滅したようです。とても浅はかな行動だったね。ということで今回はここまで。よければチャンネル登録、フォロー、高評価、いいねをしていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。それじゃ、バイバイ。